こんにちは、あきらです。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。またセミリタイア生活や海外移住生活、サイドファイヤーするための準備や方法について新しくサブチャンネルで紹介しています。こちらのサブチャンネルについてもぜひチャンネル登録やコメント、評価などをお願いします。サブチャンネルは概要欄にリンクを貼ってあります。またこの画面の右上のアイコンをクリックしてもらうとサブチャンネルを見ることもできます。今今日は土曜日かな、土曜日の、何時だ、夕方6時ぐらいですね。本当はあの、私この時間は夕飯作らなきゃいけないんですけど、おすごいな、なんかトライシクルが並んでますね。もうトライシクルの人が仕事終わりでなんか買ってるんですかね。すみません、話の途中でした。で、ご飯作んなきゃなんですけど、作りたくなくてですね、何か夕飯家族が納得してくれそうなものを探しに外に来てます。ここは朝肉を売ってる小屋ですけど、朝しかやってないんですね。だから肉は買えません。パンを売ってる店とかあるんですけど、どうするかな、まあ、多分夕飯パンだと怒られるんで、ちょっとそれはダメっぽいんですね。あそこ、この前の唐揚げ屋さんだ。でもこの前食べたばっかだし、何かねいいのがないか、ちょっと歩いてます。ご飯は炊いたんで、おかずを何か、ここはこの前ハロハロを食べたとこですね。ここでもいいんですけど、ここはちょっと、次の候補の一つでハロハロのお店は取っておきます。チキンイナサルって鶏肉を焼いたやつ、あれと白いご飯のセットで1人120-130ペソ、約250-260円ぐらいですか。だからまあ、でも今考えたら250-260円、まあ牛丼一杯どうですか、安いとこだとそれくらいなんですかね。とりあえず今野菜を売ってるお店があるんで、そこに向かってます。そうすればまあ野菜炒めぐらいは作れると思うんで、我が家は基本私が3食担当なんで、買い物も含めて。ちょっと他の家庭とは違うかもしれないですね。ハロー。グッドイブニング。ここは何回か来てるですね。これ下にね、新鮮なのがあるんで、キャベツ、こういうのがうちたちは大体並んでるんじゃなくて、
こういう下から撮っちゃいますね。人参、豆、うん、よくわかんないけど買ってみます。ゴーヤ、なんかあんまりだな。白菜もあんまり。あ、玉ねぎがある。この玉ねぎってフィリピン結構高いんですよね、キロ。まあ、フィリピンという言い方がいけないんかもしれないんですけど、他の野菜が安い、安いんで、キロ、これが1キロ100ペソ、約200円ですね。じゃがいもはまだあったね。ネギ。これ多分10ペソ、20円ちょっとだと思います。3本で10ペソとか、そんな感じです。こんなもんかな。I think that's it. That's it. How much? Ah, 146. Okay. $200. No pechai, right? No. チャイニーズペチャイか。ああ。ご飯。I bought a cabbage. まあ、maybe next time. Okay. はい。サラマ、バイ。バイ。146ペソ、約300円ですね。買ったのはキャベツ、長ネギ、玉ねぎ2個、俺バナナ屋さんがあった。ちょっと真っ黒だな。何だったかな。野菜ですね。そんなもんでしたっけ。ちょっとあと人参だ。人参2本、それで約300円ですね。あとはなんか焼き鳥でも買ってって、なんか肉野菜炒めにバラしてしちゃうかな。ここがチャチャゴーって多分チェーン店ですね。日本にもあると思います。タピオカミルクティーとかそういうのを売ってるとこですね。なんかエアガスのエア入れてます。日本だとさっきのタピオカミルクティー屋さんはなんか一杯5、600円ぐらい、東京の若者がいっぱいいるところにお店出してるらしいですけど、こっちは、まあ、多分半額ぐらいですかね。で、飲むことができます。おお、なんか警察がいますね。あれ警察なのかな。青と赤がピカピカしてますけど、なんだあれ。よくわかりません。お、バイク洗ってすごいね。店先でバイク洗ってます。よし、これから
あそこに肉を買いに行きます。横断歩道を渡って、結局、まあ、見ていただいても分かりますけど、まあ、前から別の動画でも少しお話ししてますけど、やっぱり信号がないんで、みんな譲り合いの精神で走行してます。で、昼になると結構昼だとバンバカバンバカ飛ばす人も多いんですけど、夜は暗いせいかあんまりそういう人は少ないような気がします。昨日ちょうど、コメントいろいろいただいてた中で、この街の運転結構危ない、危ないというかすごいですねと、結構カオスな状況ですねっていうコメントいただきまして、まあおっしゃる通りだと思います。で、やっぱり抜いてったりっていうのはありますけど、それほどね、走ってると、まあ私が慣れちゃっただけかもしれませんが、走ってるとそんなにね、危ないっていうのは少ないんですね。多分ちょっと返信のコメントにも書いたんですけど、みんな事故るとやっぱり相手保険入ってないでしょうし、結局修理費とかあるんで、みんな事故りたくないっていうのはあるので、最低限のところは、まあ、マナーなのか、そのぶつからないことなのか、守って事故にはならないような運転はしてるんだと思います。あれないな、焼き鳥が。ここはこの前ケーキ買ったとこなんですけど、ないな。どうするかな。 Do you have pork barbecue? No. Thank you. ここのポークバーベキューっていうのが、ここね、お店でも食べられるんですけど、レストランなんですけど、ちょっと割高なんでね、ほとんどお客さんいないんですね。あった。なんか、ケーキが食べたいっていうんで、チーズケーキ。これはね、美味しいですね。44ペソ。まあ、約100円弱です。で、下のこのブラウニーっていうチョコレートのやつ、これが1個18ペソ、約30円、40円ぐらいですか。これをちょっと買っていきたいと思います。こう思ったんだけど誰もいないです。すごいな。給食センターにあるみたいな炊飯器があります。これはでかいんです。ちょっとお店の人が来るまで待ちたいと思います。 Excuse me。I need a cake, cheesecake, five, and brownie, four, please, four. That's it. I will just. So I just wait over there. 用意するから向こうで待ってろということなんで、もうだいぶ暗くなってきましたね。ここの木がですね、
なんかの実がなるらしいんですけど、あれなんですね、実が落ちて車にぶつかっても責任持ちませんよっていう、そういう看板がどっかについてたと思います。あ、これか。もう薄くて見えないんですけど、まあそんな看板があります。おそらくチーズケーキ5個、ブラウニー4個だから、258、さっきの50と88、234、あと8ペソ、258、まあ260123456787、はい、サラマー、Thank you。よし。チーズケーキ。だから、チーズケーキ4個とブラウニー4個、あん5個だったかな。まあそんな4、5個で、250だから500。円ぐらいですね。多分日本で買うよりも安いんだと思います。半額か半額ちょっとぐらいは安いんかもしれないですね。だいぶ暗くなってきましたね。どうしよう、まずいな。お腹をすかした人たちが家で待ってそうなんで、ちょっと急がなきゃなんですけど、肉が売ってなかったんで、どうすっかな。70ペソのお釣りだから230ペソですね。いつも通りです。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。これから帰って夕飯作ります。ありがとうございました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また、私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。またセミリタイア生活や海外移住生活、サイドファイヤーするための準備や方法について新しくサブチャンネルで紹介しています。こちらのサブチャンネルについてもぜひチャンネル登録やコメント、評価などをお願いします。ありがとうございました。